はい、松竹です。動画をご覧いただきありがとうございます。今日もですね、悩みを直すためヒントだったりアイデアを治療科のあたりにお届けできればと思います。今回は腰の痛み、その中でも仙腸関節性の痛みに対しての治療テクニックですけども、仙腸関節と思ってたらこれは腰仙関節っていうですね、腰の付け根かもしれませんの原因かもしれませんですね。もしあなたがですね、仙腸関節の痛みに対して仙腸関節のテクニックやってみても効果がなかった、もしくはですね、仙腸関節性の腰痛を対応してあげてね、自信を持って治療してあげたいね、もしくはですね、腰痛を治してあげたいね、仙腸関節の治療をやってみたい、でも何から始めていいか分かんない、そんな人であればですね、この動画を見ることによって真似をすればですね、患者さん仙腸関節もしくはですね、腰仙関節性の治療がですね、できるようになって、なおかつ患者さんにもですね、これで治れますというのね、説明と自信を持ったテクニック手に入ります。そして自信を持ってね、治療できるようになるね、テクニック紹介していきますので、もし気になればですね、最後に見ていただければと思います。で、これね、2部作の動画になってまして、前の動画の中でですね、仙腸関節の解剖学、こちらの方を紹介してますので、ぜひね、そちらの方を見てもらってからこのテクニック入っていくと、さらに深まりが、治療のね、理解が深まって、なおかつね、自信を持って治療できるようになりますので、ぜひ前回の動画見てみてください。で、前回の動画見てない方のために少しだけ軽くね、復習をしていきますが、この腰の痛みでですね、よく仙腸関節を狙っていくんですよね。で、仙腸関節を狙っていく、なぜかって言ったら、これ上半身からの重さっていうのがこの仙骨にかかってきます。で、下半身からの力っていうのがこの骨盤にかかって、いわゆる腸骨にかかってきます。このズレが起きやすい、それが仙腸関節なんですね。で、この部分が原因になって痛みが起きてるね、これが仙腸関節の腰痛、よくね、多いですね。で、ちょっと解剖学の図を見ながらするんで、ちょっと治療テクニックに向けて横向きに寝てもらってていいですか。で、ちょっと説明をしていくとですね、この仙腸関節ってここなんですよね。仙骨と腸骨の間にある関節です。で、さっき言いましたけど、下半身からの力は腸骨に上向きにかかりまして、上半身の重さっていうのは仙骨にかかって下向きにかかります。なんでこれはズレが起きる、そうすると痛みが起きてくるっていう形ですね。なんですけども、そもそもこれを評価するときですね、こういうふうにこの PSIS っていう場所を見てですね、こうやって評価をするんですが、そもそも PSIS がですね、例えばこういう風にずれてますね、例えば右側が上、左側が下になってるね、そうするとですね、こういう風にねじれてるってことは、仙骨もこういう風にねじれてる、だからここを調整しましょう、よくやっちゃうんですけども、そもそも PSIS がこういう風にずれてるって、ねじれてるのか、もしくはこう、それ骨盤ごと斜めになってるのかで違いますよね。で、仙腸関節このままねじれてるんであれば、仙腸関節に治療するべきです。ですけども、これがねじれてる、いっぱい、これがですね、アップスリップって言うんですけど、こういう状態なってたら、これ骨盤がずれてるだけで、骨盤がずれて何かって言ったら、この腰の付け根のエルゴイスイッチ、いわゆる腰椎の5番目と仙骨ってとこはずれてる、いわゆるこっち側が、右側が硬くなってて、左側が伸びてる状態、そうすると骨盤全体がずれますよね。なんですよ。だからこれ仙腸関節がずれてるんじゃなくて、このエルゴイスイッチっていう腰仙関節がずれてる可能性があるんですよってことですね。じゃあなぜこのエルゴイスイッチがずれるのか、これはここの中にある靭帯が硬くなっていることが非常に多いんですよね。そう、この中にあるですね、腸腰靭帯ってやつあります。腸骨と腰のですね、腸骨腰椎なんで、腸腰靭帯っていうのがこの中にあります。この部分が靭帯になってるんですけど、すごく硬くなっちゃいますね。で、なぜ硬くなるかっていうと、ここにめちゃくちゃいろんな筋肉つくんですよね。腰方形筋、多裂筋、最長筋ね、いっぱいつきます。いいですか。たくさんの筋肉がついて、いろんな組織がある中で靭帯があるので、筋肉が硬くなってしまって、靭帯も硬くなってしまってる、こういうことが起きちゃうんですね。なので、この腰仙関節、例えば筋肉緩めても治らない腰痛、腰仙関節の硬さっていうのは、この靭帯を狙っていく必要もあるんだよってことですね。なんで今回はこの腰仙関節に対して、腰仙関節ですねの中でも腸腰靭帯に対しての治療テクニック紹介していきたいと思います。もちろんね、これ以外にもいっぱいあるんですが、このね、腸腰靭帯ってところを緩めることによって、エルゴイスイッチのズレが治ってきて、で、骨盤が戻る、それによって腰が痛みが治ってくるね、こういうテクニック紹介していきたいと思いますので、ぜひね、よかったらぜひチャンネル登録もしてみてください。で、ちょっとこういう風にね、やっていきますが、これね、寝ていただいてます。で、こんな感じでね、なってます。横向きの状態で後ろ側に立ちますね。で、この状態で骨盤がここの部分にあるんですが、ね、ちょっと目線がね、見にくいんですけど、目線カメラってやつで、私、カレッジ、大学の方ね、有料になりますが、そちらの方では紹介してますから、気になる人はぜひそちらの方もチェックしてみてください。メルマガ登録限定で募集してますから、ぜひね、メルマガ登録無料でプレゼントしてますから、そちらの方も登録してみてください。で、どこにあるかっていうと、これ骨盤がありますよね。骨盤はここにあるんですが、骨盤の付け根です。なので、どういう風にするかっていうと、まずはこの骨盤沿いですね、骨盤沿いに手を置きます。
きます。で、親指の部分がちょうど腰の付け根のあたりに来るようにしてください。そしてその上側、こういうふうにですね、くびれの部分を触ってあげます。いいですか、こんなふうに触ってあげますね。で、この状態にしていただいて、で、このままですね、こういうふうにねじっていくんですよね。ねじっていくんですよ。で、ねじっていくことによって、いろんな走行の筋肉があります。腰方形筋、広背筋、で、最長筋、上まで行ったりとか、いろんな筋肉があるんですが、それをこう、剥いでいくような感じですね。剥いでいくような形でやってみてください。こんなふうにね。はい、なんで上半身、まあ、くびれの部分を止めて、下半身骨盤の方をこう前後ろにこうねじるような形でしていきます。そうするとこの部分ですね、根っこの部分がふわーっと緩んでくる感じがあると思いますね。こういう風にやっていただきます。で、こういう風に寝てもらって、で、実際ちょっと逆向きで寝てもらっていいですか。はい、実際の場合は治療はね、こんな風にこう寝てもらって、後ろ側からね、こういう風に見やすくするとね、こういう風に治療してます。だから骨盤の方をこうねじっていくようにしていくと、腰のところがね、ふわふわふわっと緩んでくる感じがあると思いますね。で、これで緩ませていく、グッ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 とね、こんな風に緩ませていきますね。緩ませていくと腰の方が緩んできて、で、骨盤もなんかこう動きやすくなってくる感じがあるかなと思いますね。で、これで大体20秒から30秒間ぐらい、こう腰の部分、いわゆるねじれをこう取っていくような感じでグッグッグッとやっていくと骨盤が動きやすくなってきて、で、なおかつそこから10秒ぐらいこう動かすと、さらに中の方がふわーっと緩んでくる感じがあると思います。で、そこまでいったら人体に触れてますね。で、この状態で人体に触ってもらって、最終的にこの親指の部分でこう軽くグッ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 と中の方をこう押してあげてですね、こう骨盤をこう前傾、もしくはですね、こう後ろにグッグッグッ、だからさっきこうやって揺らしてましたけど、これを思いっきり前の方、後ろの方っていう風にねじってみてください。なんで骨盤をこうねじるような感じですね。ですか、だから最初こういう風に揺らしてあげて、筋肉緩めてあげて、大体20秒ぐらいしたら最後前にグッグッグッ、3回4回程度こう前にグッグッグッ、で、後ろにグッグッグッって形で緩めてあげると、中の靭帯筋肉っていうのが緩んできます。ですか、なのでちょっと横向き、もう一回逆向きになってもらっていいですかね。こんな風にこう治療してあげることによって、腰の部分っていうのはね、すごく楽になってきますから、ぜひですね、もしあなたが治療の中でこの腰の痛みやってるんだけども、仙腸関節してもダメだった場合はですね、この腰仙関節を狙っていただくと解決する可能性がありますし、痛みが取れてくる可能性もありますので、ぜひね、臨床の方で試してみていただければと思います。はい、ただですね、これ言った通り、腰痛の治療の中でも一部です。仙腸関節の中でも一部のね、治療テクニックになってますから、もしあなたがですね、こういうのをしっかりまとめて学びたいのであれば、私メルマガ限定でですね、疼痛治療カレッジってやつですね、日本最大級の疼痛治療のですね、オンライン大学やってますから、ぜひですね、初月30日無料でやってますので、ぜひね、気になる人はこのメルマガの下の方、 PS 欄だったりとかにも貼ってますから、ぜひそちらの方チェックしてみてください。はい、 YouTube の方はね、まずはメルマガ登録ね、していただければと、概要欄に貼ってますから、そちらの方で、ね、登録していただければと思います。はい、じゃあですね、今日の話よかったらぜひですね、皆さんようにチャンネル登録よろしくお願いします。あとはアウトプット一番いいですから、コメント、あとは高評価ぜひね、お願いします。はい、ということで今日はこれで終わりにしていきたいと思います。しっかりですね、これ学んで実践することが大事ですから、3回以上実際ね、見て何回も学んでみてください。はい、じゃあ今日はこれで終わりにしていきたいと思います。今日も動画をご覧いただきどうもありがとうございました。また見てください。